おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今はマイクロビットバージョン中2の、中2のチュートリアルですね、が公開されているので、それの動画を撮っています。と、画面を早速切り替えて、マイクロビットの公式ホームページです。非常に短い URL なので、ブラウザにこれを打ち込んで、ここまで来ていただいて、英語になってると思いますが、そのままもうレッツコードでメイクコードエディターとここまで来ていただいて、すると、日本語化されていると思います。日本語化されていなければ、ここの言語を変えるというのがあるので、これで日本語を選んでもらえれば、日本語の画面になると。で、これの少し下ですね、チュートリアルのこのニューマイクロビット V2 というのを見ていただいて、前回このモールスチャットっていうのをやりました。で、旧バージョンのマイクロビットと新しいマイクロビットバージョン2とで通信できるようなプログラムも作って、今日はクラップライツということで、拍手をすると光るみたいなんで、音センサーが入ってるんですね。それのチュートリアルになります。ブロックプログラムで入っていってもらって、時折日本語化されていない英文が出てきたら、と、クロームっていうブラウザを使っていると、こんなボタンが出てきて、日本語化に切り替えると日本語で読めるということにもなると思うので、適宜自動翻訳なんかを使って読んでもらえればと思います。ただ日本語翻訳モードにしたまま進んでいくとですね、ここがなんか変なのになったりするので、普段はもうこのちょっと切った状態で、この状態にしておきます。で、ここが英語のままで、ここが日本語になっているんですが、この電球マークを押してもらうと、このブロックを並べてくださいっていうのがチュートリアル、ここの順番を進めていけば出てくるので、これを押してもらって、この中のブロックは日本語化されています。周りの音がうるさくなった時っていうブロックを見つけてくださいっていうので、このピンクの色ですね、この色と同じ引き出し、ここをクリックしてもらうとそれがあるので、それを持ってきて置いてくださいと。それが英語で書いてあるんですね。From the input category、入力カテゴリーから見つけて、on loud sound、うるさくなった時っていうのを選んで、ワークスペースに置いてくださいねというふうに書いてあります。はい。で、進んでいくと、次の、これ変数のカテゴリーからって、ここはなぜか日本語になってますね。これは、電球マークないですよね。だから説明だけなんですね。Let's begin the create 変数を作りましょうということで、これ出てこなければ次へ進んでいきましょう。次へ進むと出てくるので、こんな風になります。で、変数 find new write on を見つけてみたいなのがありますよね。ここにびっくりマークなくていいんですかね。ちょっと日本語にこう翻訳してみましょうか。ライトが、マイクロビットのライトがオンかオフかを追跡する変数を作成しましょう。クリックしてマイクバリアブルで、という名前の変数を作成します。ライトオン。これを作りましょうって言ってるんですね。だここでライトオンを作っておきましょう。言われるように。英語では、これですね、ネームでライトオン、名前を英語で付けておいてくださいと、ここも一緒にしておきましょう。で、これで変数追加するボタンを押して、ライト S、ライツオンということで、こういう変数を作っておきましょうねというのがここの説明で、ここは電球マーク出てきません。で、これは、この音の中にこの if 文の3、アルファベットの e みたいな形のやつ持ってきて、作ったさっきの変数をもしここに on を入れてくださいということなので、同じようにしましょう。これですね。で、この中に直接変数を落とせるんですね。この中にも直接変数入れてくださいというふうになっています。
はい、どんどん行きましょう。なんかここに説明があるような気がしますね。ちょっと読んでみましょうか。普通はこの中は if 文で条件が成り立ったかとか、イコールとか、大なりイコールとかを入れるんですけど、変数カテゴリー見てくださいって、新しいライツネットし、それをスナップに置き換える true の値をということで、true かどうかで置き換えてくれるんですね。これ直接入れると、この変数が true なのか0か1かみたいなのを判断してくれそうな説明文があります。はい。で、今度はベーシックから小 LED を取ってきて、トップコンテナに置きましょうということで、ここまたこれバグってますね。これないんじゃないかな。こうなるとあるのかな。ブツブツないですよね。これ出てくると困るんですよね。まあとりあえず表示係数を入れておいて、日本語版ちょっとバグってますよね。これ多分これ真ん中をつけずに、このシャープのところだけつけるみたいな形をオンならつけて、そうでなければついてないようなクリアスクリーン、これは出てくるんですね。で、これはこうしときましょうと。はい。で、次は変数結構いろいろいじってますね。just like toggle switch on で、それがクラップで反応するような感じにしましょうみたいなことが書いてあるんですかね。日本語にしましょうか。拍手のたびに光スイッチを入れ替えたいと同じように、反復変数オンオフを反対に切り替えましょうみたいなことが書いてあって、オンならオフ、オフならオンみたいなのを拍手の拍子に合わせてやりましょうっていうことだと思います。で、これで変数定義で一挙にやってしまおうということみたいですね。と、オンでなかったらオンにすると。っていうふうにしましょうと。変数の中からこれを取ってきて、論理の中で出ないならを入れて、変数のオン、ここの中に入れてください。オンでないならすると。これで、この状態で、ここちょっとバグってますが、こんな風になっています。7番まで来ました。8番、シミュレーターをチェックしてください。マイクアイコンの下にあるピンクのスライダーバーをクリックして、これですかね。128が超える場合は全て音が大きいとみなし、サウンドが128を超えるためにライトのオンオフが切り替わります。まあ今ここが両方消すになっちゃってるので、ちょっとこのシミュレーター動かないですよね。とちょっとこれは、ここのブロックがうまく表現できないので、ちょっとすげえ進んでいきますね。で、望まない時に音を検出することがあるので、識位置を設定しましょうということで、インプットモアのラウドのスレシホールド、識位置のことですよね。これちょっとここ見てみましょう。最初だけうるさいかどうかの判断を150に設定するっていうので、何も設定しなかったら128なんだけど、それをここですね。ちょっと自動翻訳入ってると、入力のその他の中にこの識位置を設定するっていうのがあるので、これを持ってきておいて、ここを150にしておくと、まあちょっとうるさいぐらいだったら、判定の基準を変えれますよと。あるいはすごく静かな時に微小な音を取りたい時はこれ小さくしたりとかいうふうになって、これでできましたよってなっています。こんなふうに。で、これでできて、これで完成にすると、完成をクリックしてもらうと自分のここに出てきます。これが今作ったクラップライトなんで、これでこの中入ってもらって、このバグったところを直しましょう。多分これを本来は入れたくて、で、これは必要なくて、で、多分ライトがつけば、
こんな風に視覚に出したいよというチュートリアルなのだと思います。はい、これでシミュレーターを動かして、これで大きくなった、でまた大きくなった、でついたり消えたりしますよということです。でこれシミュレーターではもう一つわからないので、と実機をつないであります。で実機をつないであって、ちょっとシミュレーターにかぶっているので下ろして、でダウンロードでプログラムを書き込みましょう。はい、書き込みました。マイクのランプが今点灯しましたね。でこれでダウンローディッドってなって、お、つきました。拍手に合わせて、お、うん、どんなタイミングなんですかね、うん、すごい早い拍手にはあまり反応してるような気はしませんね。ということで、まあ、あのチュートリアルとしては、これで、拍手に合わせてついたり消えたりということで、音を検出して、動くプログラムが作れましたよということになりました。はい、今日はクラップライツっていうマイクロビットバージョン2の音センサーを活かしたチュートリアルのプログラムを動画にしてみました。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビット H5 ジャム JavaScript の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。